やろうかなっていう考えはありますね。じゃ あの好きなタイプは？好きなタイプ、まあ、美人な人とか可愛い人なら誰でも。うわー出たー、腹立つわ。一応誰でもいいっていう。誰でもいいの？可愛い。性病映っちゃうからね。あのじゃあちなみに聞きますけど、はい、あのその申請包茎の手術してから、はいはい、ぶっちゃけやりまくった？その家とかでも AV も見ないし、うん、オナニーとかも全然する回数も減っちゃいましたね。エッチはしない？そういう相手の人もいませんし。じゃあ待って、オナニーもしないでしょ？はい。オナニーしないしエッチもしないし、溜まる一方ってこと？溜まって無精とかしちゃって、僕3週間ぐらいやってないんですけど、20日ぐらいですか。今のこと？はい、今この状態で2回無精して、1回目はそうでもなかったんですけど、出る量がそうでもなかったんですけど、2回目結構ドバって出ちゃいましたね。やだ、私33歳で無精しましたって言った初めて聞いた。そうなの。じゃあちなみに、はい、あのまあ今日のために貯めてたっていうわけじゃなくて、はい、別にしたくないから。まあそうですねっていう感じ。はい、すごいな。なんか逆に私がこうがっかりしちゃった今。あ、そうなんだ。はい、そうなんですね。じゃでもとりあえずその男優に、男優さんに、はい、まあ戻りたいっていうか、こうもうちょっと頑張ってみたいっていう気持ちは残ってるわけだ。はい、残ってますね。なるほど。じゃあ例えば、はい、今日を、はい、まあ感謝できたとして、はい、がんしゃですよ、はい、もしがんしゃできたら、みんななかなかできないですよ、プロの人も。ああ、そう、はい、なかなかこうバシッと決められない時もあったりするし、はい、でもそこを決められたらなんかこううまくやっていけるんじゃないかなと思うんですよ。まあうまくできたら自信がつくっていうか。そうそうそう、だからもしできたんならなんかこう AV 男優さんやってみてもいいんじゃないかと思うんで、そう今日試験しようかなと。試験ですか？そうだから今日を、はい、あのちゃんと決められたら、はい、バシッと決められたら、じゃあみんなでこうなんかこうまあ背中を押してあげようかと思って。現場の方紹介していただけるんですか？うまくいったらやっぱりそれを見る人もいるわけですから、はいはい、うん、いけるんじゃないかなっていう話ですが、試験どうですか、受けますか？横山さんの顔にかけるんですか？そう。いいんですか？まあ、かけられるもんならっていう。じゃあ、はい、腕試しじゃないけど。なんか私の顔に腕試しでかけるってなんかちょっと今なんかちょっとイラッときた。イラッときたんだけど、はい、うまくいったらなと。じゃあぜひとも挑戦したいです。じゃあとりあえずいいですか、試験。じゃあ受けるってこと？はい、受けます。